はい、おはようございます。おはようございます。どうですか？今はちょっと頭がぼーっとしてます。何時に起きました？3時。お、3時に起きました。寝れました？寝れました。昨日お昼寝もして、一回夜起きてご飯食べてまた寝ました。着替えてメイクですね。あ、そうです、着替えてメイクをします。あ、メイクが終わりました。終わりました。だいぶ頭が起きてきました。これから何をしに行きますか？これから打ち合わせをしに行きます。下行きます。多分本番直前になったらすごい緊張すると思います。緊張する方？え、しますね。割とすぐ緊張するんですよ。美容室に行くのも緊張するんですよ。生放送大丈夫ですか？いよいよ生放送だけど。いつも外に出て一番最初に感じたこととかをメモしてます。知ってました？トレーニングの時から。あ、そうです。一番最初に感じたこと、風はどうだとか、空、雲が多いかとか、そういうのをメモしてました。OK です。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。聞こえてます。はい、はい、ちょっと緊張してるんですけど、はい、頑張ります。今の札幌中心部、このところに雲が浮かんでいますが、隙間からは青空が見えます。で、空気はひんやりとしています。どうも。以上、お天気でした。ほい、100は切ったし、はい、100は切った。今週からお天気を担当します、辰巳萌実です。中学と高校でハンドボールをやっていたので遠投が得意です。これから皆さんに明るさと元気をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。あ、どうぞ、元気を届けますのでって言いながら、どうぞ。明るさと元気をお届けしますので、どうぞお届けします。今週からお天気担当になりました勝見萌実です。特技はハンドボールで遠投することができます。はい、これから皆さんに明るさとそして元気をお届けしていきますので、これからどうぞよろしくお願いします。そして今の札幌中心部、空気がひんやりとしていますね。はい、昨日の朝と比べて6度から7度くらい低く、冷え込みが強まっています。では情報カメラの方、札幌今夜から明日にかけては大雨が予想されます。以上、お天気でした。はい、これもめっちゃここ足とか、ね、あ、もっと上げた方がいい。そうね、うん、ちょっとね、自分の思うよりちょっとワークぐらい、大げさぐらいがちょっといい。はい、完璧でした。山口さんも大丈夫。あ、ありがとうございます。尺もぴったり。
あの5秒オーバーのあの感じで、はい、リハ通りだった、はい、とりあえずお出かけ天気終わりました。どうでした？おー、まあ、ドキドキしたんですけど、まあ、はい、頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パーフェクト、いいと思うよ。上手にいってらっしゃい、言えた？わーい。もうちょっと元気にいったかな。まあ、はい、ね、まだ半分残ってるから、はい、頑張りましょう。はい、では4枠実況が入る部分をどれにするかなんですけど、今帯広こんな感じで、それから根室を、おすごいね、この鱗雲みたいなのがすごいですね。ね、これもこのまま残るかどうかわかんないけど、それか釧路、いずれにしても同等だけど、どこでしょうね。時刻は7時36、ここからは札幌お出かけ天気。みんなこの時間にここに来るんだったらどんな格好したらいいなとか、うん、っていうことが考えながら言ってくれればいい。はい、ドキドキでした。はい、とりあえず無事に終わってちょっとホッとしてます。お疲れ様、ありがとうございます。なんとか終わりました。すいません、1日目、はい、ね、終わりました。終わりました。緊張した？どうだった？緊張した。はい、緊張しました。でもそのお天気が終わるたびにそのスタッフさんがどうだったみたいな、でまた思った、どうだったって、逆になんかだんだんもう緊張ほぐれていきます。もうどうだった、もうない、とりあえずやるしかないと思ってでもすごい完璧だった。本当にすごい完璧って、みんなでもスタジオでも、はい、めっちゃ堂々としてるねみたいな。私もちょっとモッチの方が緊張してたよ。モッチの方がそわそわしてた。でももう茂木さんにもね、たくさん助けていただいたので、うん、本当にありがたかったです、ね、なんかいい同い年コンビだもんね。そうなんです、ね、はい、同い年なんで、なんかこれからね、もっと仲良くなって楽しく明るくお届けしたいなと思います。しかも生クリーム重ねてきたし、そうです、モッチも生クリーム好きになったみたいなので、ね、はい、言ってた。じゃあまず今日は、はい、ゆっくり休んで、明日からも、はい、頑張って。
頑張ります。ありがとうございます。ひとまず1日目お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。今偶然マリモちゃんに会いました。今日めっちゃ良かった本当に、うん、ありがとう。見てたよちゃんと。いや本当にちょっと緊張してたんですけど、うん、無事にね、お天気終わることができて良かったです。いや本当良かった。っ、ね、最初ドキドキしたのちゃん。でも本当なんて言うんだろう、もう全力で萌衣ちゃんらしくお出かけ天気もやってたし、ね、しっかり自己紹介もできてたので、なんか安心した。嬉しい。よかった。でもね、ちょっとまだまだだなって思うので、これから成長してる、うん、成長していけるようになればなって思います。はい、一緒に頑張っていこう、うん。まりもちゃんが月水、はい、私が木金を担当してるの で、はい、皆さんこれから見てください。見てください。そしてドンクチャンネルもいいねだったりフォローもしてくれると嬉しいのでお願いします。お願いします。それでは以上ドンクチャンネルでした。逆だった。